はい、GPX ジェントルマンレーサーですね。はい、FI 化して250になって ABS がついてというやつです。はい、だいぶでも GPX もですね、進化したなという感じがしますね。はい、タコメーターこれオプション装備になってますね。はい、面白いですね。今日はですねビークルファクトリーさんの1周年記念で、月木さんもいらっしゃってるので乗らせていただいてます。はい、あ、やべ、マイクが外れちゃった。わりかしですね ABS の制御が良好ですね。これね、ここは道じゃない、市道だ、入れない。道なんだか道じゃないんだかよくわからない、はい、でユーロ4なのもあるんですけど、若干やっぱね吹き上がりは、まあ、今のね 250cc みんなそうなんですけど、もうちょっと吹けたいなという気がします。でもねそこは月木さんなのできっといいマフラーご用意なさってるんじゃないのかな、ね、もうちょっとその吹き上がりが良くなるマフラーで、こうわっとこう楽しませていただけるんじゃないかなと思います。はい、でこれあのテスト用の車両で製品版ではないんですけれども、なんか細かい点は違うんですけど、非常にそのあたりは楽しめる幅があるんじゃないかなと思います。良いですね、良いですね。この道なんという稜上、わあ、このさあ田んぼもそうだけどさ、水路がいちいち綺麗ですよね。はい、でこのジェントルマンレーサー特徴なんですけど、まあ、前傾ではあるんですが、そのなんていうんですかね、そこまでこうきつくないですね。あ、水路も綺麗だな、めっちゃ水が綺麗、これ飲めそう、入れそう、入りたい。なのでこういう小回りの時もねギュッとこういける感じですね。でね、あとねクラッチがすごく柔らかくて軽い、これはいいですね。まあ、ロギアードで引っ張ってやれば割とパワーは感じられるかもしれないんですけど、まあ、名前の通りジェントルマンなレーサーですね。非常にこう楽しめる感じでいいんじゃないかなと思います。僕あとステップがねもうちょっとバックステップがいいなんて声もあるらしいんですけど、僕はこのぐらいでいいんじゃないかなと思うちょります。こんな感じですね。今日はイベントで ご招待いただいてましてですね、お客様がたくさんいらっしゃるかな、いらっしゃるかな、いらっしゃいますね。ほっ、大丈夫です、すいません、お借りしました。